高田町立図書館は愛知県ぬかた郡高田町にある公共図書館。高田町立図書館、高田町民会館、高田町民プールを合わせ持つハッピネスヒル、高田の一角にあり、ハッピネスヒル、高田は2006年度から高田町文化振興協会が指定管理者として管理運営を行っている。1996年1月5日に開館した。 JR 東海道線高田駅から車で五分の場所にあり、高田町役場や高田駅などからコミュニティバスであるエコタンバスが運行されている。2018年度末の増所数は213,238点。2018年度の貸出数は417,729点だった。高田町の2017年10月1日時点。 の人口は4万1030人であり、住民1人当たり、貸出数は10.2冊だった。旧高田郵便局を改修した、高田町立文庫の方郡高田町民からはかねてより、図書館建設の要望があった。1977年4月に、高田郵便局が新築移転したのを機に、高田町は郵政省から3387万円で、 敷地と局舎の払い下げを受けた。旧高田郵便局の建物の内部を少し改修し、同年11月3日には、高田町大あざ池あざ近電3.24に、高田町立文庫が開設された。赤い屋根の平屋建てであり、延べ床面積は約200平方メートル。JR 東海道線高田駅から北に、徒歩5分、高田駅前通りと東海道線の線路の間に、 あった。館内には20席がある閲覧室と12条の和室が設けられたが、狭いため館内閲覧よりも考え貸し出しを主体とすると書室だった。高田町立文庫の1979年度の蔵書数は約19800冊、貸し出し冊数は16303冊、入館者数は2444人だった。 1984年度の蔵書数は約23,700冊、貸出冊数は23,820冊、入館者数は12,348人だった。1986年に策定された第三次、高田町総合計画では、規模的にこれ以上の充実が困難となっており、図書館の整備とともに、地区集会施設などへの蔵書の充実、 学校施設の一般開放についても検討する必要があるとしている。1995年4月時点の増書数は39,153冊であり、1994年度には1,363冊を購入している。1994年度の入館者数は9,472人、貸出冊数は12,423冊だった。 1995年時点の開館時間は、平日が9時30分 -18 時15分、土日が9時30分 -16 時30分であり、休館日は月曜、木曜、祝日だった。1995年時点の蔵書数は約3万9千冊であり、子供を連れた母親の利用が多かったため、絵本や小説を多く揃えていた。 1995年8月16日には、図書の貸し出しを終了。図書館への移転準備のために、8月30日をもって、高田町立文庫は閉館、廃止された。高田町立文庫には18年間で契約20万人が入館した。高田町は、筆書きの産地として知られる緑豊かな町だが、伝送高田製作所やソニーグローバルマニュファクチャリング、 アンドオペレーションズ、コーダサイトなどが進出して人口増加や都市化が進行した。コーダ庁は1987年4月1日に町民会館建設検討委員会を発足させ、後に図書館の建設計画が加えられた。1992年に図書館の基本構想設計協議の契約を行い、1993年7月に実施設計契約を行った。 1994年7月4日に図書館の建設に着工し、1995年9月30日に完工した。図書館の総工費は約9億円。この間の1995年6月には、高田町議会で図書館条例を制定している。なお、2019年時点では、高田町国際交流協会が、高田町立文庫の建物を使用している。 高田町調律図書館と高田町調民会館ハッピネスヒル高田を構成する高田町調民会館と高田町調民プールの会館に先駆けて1996年1月5日に高田町調律図書館が開館した。開館時の蔵書数は約4万7000冊であり、開館当時の開館時間は9時から17時だった。開館当初からコンピュータを導入しており、図書の貸し出し、 返却、利用者登録などに用いている。延べ床面積は2,970平方メートルであり、図書館の単独施設としては愛知県で8番目の規模だった。開館を記念して、ギャラリーでは高田町のふるさと町民であり、洋画家の中根広氏の展覧会が開催された。開館した1月5日から3月末までの 約3ヶ月間で利用者数は2362人、貸出数は43918冊だった。1997年4月には岡崎市、ぬかたの郡ぬかた町在住者に対する広域相互、直接貸出制度を開始した。同年6月にはボランティアによるお話会の定期開催を開始し、同年7月には1996年度の 図書館連邦を発行した。1996年8月30日には図書館の東側に高田町民会館が1998年7月2日には町民会館の東側に高田町民プールが開館しており、これによってハッピネスヒル、高田の3施設すべてが開館した。開館後の1996年7月からは図書館広報誌、 コータライブラリーの発行を行っていたが、1999年4月には、広報コータに図書館情報ページが加えられたことにより、単独の図書館広報誌の発行を終了している。2000年3月には、ハッピネスヒル、コーダの3施設の組織統合がなされ、図書館法に基づく図書館協議会が廃止されている。 2001年1月には、図書館電算システムを更新し、3月には、ハッピネスヒル、コーダのウェブサイトを開設した。4月には、祝日会館を開始している。2002年7月には、広域貸し出し制度を、鎌郡市、西尾市、はず郡んき町、はず郡んはず町在住者に拡大した。会館から8年半が経った2004年9月には、 のべ入館者数が100万人を超えた。2006年1月には図書館電算システムを更新し、2月には利用者用インターネット端末を設置したほか、同年3月には図書のインターネット予約を開始した。2006年4月には、高田町がハッピネスヒル、高田の3施設に指定管理者制度を導入し、高田町文化振興協会を指定管理者に指定した。 2007年3月には自動貸し出し機を設置し、同年4月には開館時間を9時から17時から9時から19時に変更した。2010年3月には、高田町立図書館、蒲郡市立図書館、愛知工科大学附属図書館の3図書館が相互協力協定を締結しており、3図書館は図書の対策や文化事業の共済などを行っている。 2011年4月には再び、高田町文化振興協会を指定管理者に指定した。同4月には、文部科学省による平成23年度子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けている。2011年10月には図書館伝算システムを更新し、2012年1月にはウェブサイトをリニューアルした。 同年3月にはインターネットからの貸し出し期間延長サービスを開始し、電子メールでの新着図書案内配信サービスを開始した。同年5月には漢方情報検索サービスと中日新聞、東京新聞新聞記事データベースの提供を開始した。高田町を縦断する国道248号の東側にハッピネスヒル、高田と呼ばれる施設群があり、 国道248号に近い西から順に、試作の森、高田町立図書館、高田町民会館、高田町民プールと並んでいる。3施設の中で最も早く開館したのが、高田町立図書館である。延べ床面積は2970.67平方メートル。高田町立図書館は、人に優しい施設を目指しており、身体障害者向けのサービスが充実している。 開館当時から音声付きエレベーターを有し、拡大読書機を置いている。また、車椅子の来館者には、カードを付け発信機を渡して職員がサポートしている。床面積1369.710、平方メートルの1階には閲覧コーナー、お話の部屋、和室閲覧室、対面道読室、レストルーム、展示室などがある。床面積1063.584。 警報メートルの2階には、閲来コーナー、特別閲覧室、学習閲覧室、会議室などがある。2階にある36席の学習閲覧室には、ハイビジョンシアターが設置されており、映像を通じた学習も可能である。1996年の開館時点で、ハイビジョンシアターを有する図書館は、ほとんどなかった。開花。 平家書庫を合わせた蔵書収容能力は15万冊。地域資料を収蔵している特別閲覧室には、戦国期、江戸初期の武将である大久保忠隆の資料を展示した、彦こコーナーなどがある。ありがとうございます。